皆さんこんにちは、ゆりぱんです。ちょっとかなりお久しぶりになってしまったんですけれども、アンバサダーを務めている資格のキャリカレさんの数秘術鑑定士とパワーストーンセラピストの講座のお勉強で、ね、今日は進めていきたいと思います。前回の動画までで一応数秘術鑑定士の方はカリキュラム全部終わって、この後ちょっと本試験なんですけれども、ちょっとねなかなかまだ数秘術鑑定士も復習が必要そうなので、まあ、このパワーストーンセラピストのお勉強を進めつつ、もう数秘術鑑定士とパワーストーンセラピスト一緒に受験しようかなと思って、まだね本試験には進んでいない状況です。ということで今回いよいよねこのたくさんねパワーストーンが資格のキャリカレさんカリキュラムのねセットでついてきたんですけれども、このパワーストーンについてお勉強していきたいと思います。数秘術鑑定士はブルーのテキストだったんですけど、パワーストーンセラピストはこのピンクのテキストで、これ中見てみるとね、こう全部あのオールカラーになってるんですよ。フルカラーでこうやって石の詳細とかも書いてあるので、今日はこのステップ1のレッスン1かパワーストーンについて知るっていうカリキュラムのところをちょっと勉強していきたいと思います。もうパワーストーンも本当ね、私まあ小学生の頃とかにさ、修学旅行とかで行ったお土産でなんかこう恋愛に効くなんかパワーストーンのお守りとかを買ったことあったんですけど、あんまりねこうがっつり勉強したことないので、ちょっと頑張って勉強していきたいと思います。レッスン1ではパワーストーンとはそもそもどんな石、どんな種類があるのっていうことだったり、あとはパワーストーンこうやって選ぶといいよっていった、まあ、本当に基礎的なね知識のところについて勉強していきました。はい、ということで今レッスン1の学習が終わりました。なんか結構ねちょっとスピリチュアルっぽい感じのね、なんか石の浄化の仕方とかあって、そこもねまたすごく面白いなと思いました。でなんかそういうスピリチュアル的な要素があるなと思いきや、でもパワーストーンそのものはなんかこうパワーストーンって聞くとね、なんかそれを持ってるだけで願いが叶うとか、その石が何かこうね魔法のような力で私たちの願いを叶えてくれるとかね、そういうイメージがあると思うんですけど、パワーストーン自体はそういうものじゃなくて、自分たちがこう叶えたいなって思っている夢とか、こうなったらいいなって思っているものを思い出してくれるためのアイテム、要はその目標とか夢とかをいつでもその石を見ることで思い出して、あ、自分この夢に向かって頑張ろうって思ってたんだ、そうだったっていう、そのなんか自分のエネルギーを引き出すためのアイテムっていうものがパワーストーンなんだよっていうのが書いてあって、またねなんかパワーストーンを街で見かけた時とかの印象が変わるんじゃないかなっていうふうに思いました。引き続きパワーストーンセラピストの資格取得に向けて勉強頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねなどで応援してくれるとすごく嬉しいです。ということでここまでご覧いただきありがとうございました。